阿弥谷慶ケは、千葉県市原市出身の元プロ野球選手。宇藤右打ち。現在は、社会人野球のヤマハ公式野球部所属。プロでは、育成選手であった。小学生時代に千原大ファイターズに所属。2009年には、千葉ロッテマリーンズのジュニアチームに参加している。また、この時、軍司優也や,や、鶴木大成とチームメートであった。 千葉英和高等学校への進学後は、2年秋から保守に定着すると、3年春の千葉県大会において、千葉黎明高等学校との2回戦で本塁打を放った。在学中には春夏とも、阪神甲子園球場での全国大会へ出場できなかったが、この本塁打の打球の飛距離が140メートルと推定されたことや、 対外試合で通算33本塁打を記録したことから NPB の複数球団が阿ミ谷をドラフト会議の指名候補に挙げた2015年の NPB 育成ドラフト会議で横浜 DNA ベイスターズから一巡目で指名支度金300万円年俸360万円という条件で入団した背番号は100横浜 DNA 時代二千十六年には 春季キャンプ鬼軍で迎えながらも、キャンプ中に一軍の紅白戦へ出場。この試合でに安打を放ったことを一軍監督のアレックス・ラミレスから評価されたため、キャンプの後半から一軍へ合流した。しかし、合流五日目に、クバスック、ワイ・バーンズとの練習試合で、左手の右貼骨を骨折。3月に、幹部の手術を受けたため、 イースタンリーグの公式戦には19試合の出場で打率1 8 4個打点にとどまった。守備面では保守として登録しながら三塁一種としての出場試合数が保守としての試合数を上回った。シーズン終了後にはフェニックスリーグや台湾ウィンターリーグへ派遣されている。2017年にはラミレスの移行で1軍の春季キャンプに参加。 キャンプ中に模様された阪神タイガースとの練習試合では、この年の対外試合におけるチーム第1号本塁打を放った。後に2軍へ回ったものの、2軍の首脳陣から強化選手に指定され、イースタンリーグの公式戦では、序盤から4番打者を任された。リーグ戦全体では97試合に出場し、リーグの規定打席へ到達。 公式戦初アーチを含め4本塁打を放ったが、打率は180で規定打席に到達した24選手中23位だった。この年も保守として登録されたが、1塁手として71試合、3塁手として15試合に起用される一方で、保守としての出場は12試合にとどまった。2018年にはポジション登録を保守から内野手に変更すると、 イースタンリーグ公式戦62試合に出場。18試合で1塁、9試合で外野、1試合で3塁を守りながら打率。23予本塁が11打点という成績を残した。しかし、支配下選手登録や1軍公式戦への出場に至らないまま、10月3日に球団から戦力外通告。10月31日付で NPB から 自由契約選手として講示された。戦力外通告の直後に神宮球場で東京六大学野球の周期リーグ戦を観戦したことを機に社会人野球経由で NPB への復帰を目指すことを決意。2018年12月6日には内野手としてヤマハ公式野球部へ入部することが発表され、2019年1月に正式入社。 チームとしては3年ぶりの出場となった第90回都市対抗にも出場。77銀行との1回戦では2塁打を放ち、5番指名打者で出場した JR 東日本との2回戦では、チーム唯一の複数安打を放ったが、チームは2回戦で敗退を喫した。2020年は外野手登録となっている。ありがとうございます。